民進党、衆院議員の山尾志織氏の不倫疑惑を9月7日、発売後の週刊文春が報じるとみられる件について同志の取材を受けた漫画家の小林義則氏がブログで不倫スキャンダルは残念だと思いを綴った。小林氏は山尾氏との密会が伝えられる男性と親交があるとされ、5日に自身のブログで週刊文春から電話があったと。 取材があったことを明かしていた。その後、9月6日、小林氏が主催する討論会、合戦道場のブログに、政治家の不倫沙汰は許されないがというタイトルで投稿した。小林義則氏、一詩人なら、不倫なんか何の問題もない。小林氏は、山尾氏よりは、わしが女性初の総理になれる逸材だと期待していただけに、 フリンスキャンダルは残念だとした上で、シティホテルに入っていく写真なら、まだ言い訳は、立つが、ラブホテルだと難しいとして、どんな写真が掲載されるかが重要だと指摘した。一詩人なら、フリンなんか何の問題もないとしつつも、政治家のフリンスキャンダルについて、以下のように綴った。政治家だから問題なわけで、幹事長を下ろされたり、重要な役職をすべて避けられたりして、出世できなくなる。 しかも現在の世相は恋愛スキャンダルより、不倫スキャンダルの方が厳しい。貧困層が増えているから、不倫なんて既得権益者の特権と見られるのだ。わしにはその特権があって当然だと開き直れるが、政治家は違う。中間層の怪部分と貧困層の支持を失ってしまう。山牛よりは、事実無根を決め込むしかない。認めたら家庭が崩壊してしまう。 このように書いた上で、わしは、山尾氏よりを総理にする会、代表だが、まだ代表を降りるつもりはないと山尾氏にエールを送り、ブログを締めくくった。産経ニュースによると、山尾氏は、民進党の新執行部人事で、幹事長に内定していたが、週刊誌が、既婚男性との交際疑惑を取材しているとの、情報が入ったため、前原政治代表が起用を断念していた。訂正の連絡はこちら。